もショイ TV です。江頭です。はい、どうもお願いします。はい、今日はサポートの江頭くんが、はい、よろしく来てくれました。お願いします。お願いします。はい、本日はですね、ピッチングをするにあたっての球速をね、はい、こう出したいじゃないですか、ピッチャーって。出したいですね。そう、それで一番大事なこと、それは正しいフォームで投げること。なるほど。大事なんですよ。はい、このピッチングフォームにおいて正しいフォームで投げるためのフォームをね、レクチャーしていきたいと思います。はい、お願いします。まあ、あの僕ね、昔動画上げてるんですけど、シャドーピッチングの動画があるんですよ。もう何万再生すごい行ったんですけど、はいはい、それをちょっともう一度リメイクということで。なるほど。やっていきたいと思います。はい、やっぱりフォームによってスピードも変わるし、ボールの質も変わるんで、これはちょっと皆さんちょっと覚えてもらって、あの球速をね、1キロでもちょっと上げたいと思うので、今回はちょっとやっていきたいと思います。はい、一応笑顔もやるからね。あ、わかりました。 OK ですか。はい、はい、お願いします。はいよー、笑顔。まず一番大事なことは体が開かないことで、開かないってことはこう肩がね、投げる前に開いちゃうこと、それがダメ、力が抜けちゃいますので、投げるとき足を上げるじゃないですか。ヒップファーストした後に腕でこう壁を作って投げるときに投げる方向へ向ける。そっから曲げる。バルイテンの人、マジ上げます。上げて体重移動する前にもう力前じゃないですか。体開いてますね。そう、わかる。わかります。まあ、こっちから行くと正しいフォームね。はい、正しいフォームはどうすか。どうすか。結構ための感覚は違いますね。そう、いくよ、これと、はい、全然違うと思うのよ。それがここ上げた時に、ここがちょっときついと思うの。ちゃんとしたフォームの人は足をこう上げた時に、上げてヒップファーストやったこのこの瞬間、はい、この瞬間ここにちょっと溜まってるなみたいな、あ、辛さがあるわけよ。はい、これで静止してってちょっと辛いわけ、はい、ちょっとこう来てヒップファーストにしたらこう辛いわけですよ。はい、辛いのは正解ね。はい、辛くないのは全然溜まってない証拠なんで、辛いイコールちょっとこう溜まってますよみたいな。で、一番大事なのはやっぱりこのヒップファースト、開かないためにお尻を向ける。お尻を向けることによって、そしてから手でこう壁を作って、こっちにこうね、この線にこう壁を作って足を踏み出してから、また壁を作ってから投げる方向に向けて、ここのグローブを向けたところ、ここね、はい、ここね、ここに体を持ってくるイメージ。なるほど、わかる。こう壁作ってからのバン、ここに体を持ってくる。はいはい、 OK、 わかりました。持ってくる。はい、それが一つ大事。なるほど。で、開くとき腕のとこ見てほしい。はい、まず開かないバージョンね。はい、ここね、はい、で開くバージョン。おお、これ絶対抜けます、ボールが。そうですね、外側の方から。そう、うーんってくるから、できればここからコンパクトに行きたい、はい、行きたい。こう、これはもうね、この体重移動してからこうなのに、する前からもうってなってる。体重が逃げちゃってるんですね。そう、せっかく溜めたのがマジでこう抜けちゃうから、投げる時にはもうその力もなくなっていくから、それは絶対スピード出ません。ヒップファースト、ここから体を開かず壁を作る、そっから踏み出した時に持ってくる。
で持ってきてここに体を持ってくる。はい。でその時大事なことがあって、腕をしっかり振るって大事じゃないですか。大事なんだけど、ただこうやって、まあ、ダメです。意味わかる。走る時ってどうやって走る？腕振りますね。腕振るよね。はい。右をこうしたら左もこうするよね。そうですね。っていうことは投げる時ってこう投げてこっちはどうする？それはまあ基本的に脇の下ら辺に。脇の下にこうやってやればいい。そうですね。違うんですよ。お、それは何が違う？違うんですよ。違う。それじゃないです。お、全身を使わなきゃダメなんですよ。はい。投げる、ブワーって振るってことはこっちも思いっきり僕から引く。こっちをしっかりガーって引けばこっちの右投げる方も勝手にガーって引くわけですよ。はいはいはい。だからもっと速いと思います。だから投げる上で腕のこの体をね、体をこう開かないとか大事だけど、腕振る時も振ってない方のグローブの手の方もしっかりとこう連動させてあげる。引っ張るような。そう。なるほど。OK、映ってる。映ってます。こっからここに持ってくる。はい。でここにこのグローブを持ってくる。多分本当に左、今グローブが出したところに自分が向かっていくような。そう、向かっていく。でそれをさらに引っ張る感じ。そう、引っ張る。でこれ本当大事だと思うんで、はい、それを試してほしいなと思います。でちょっと笑顔ちょっとやってみようか。わかりました。何も考えず自分のフォームでやってみて。はい、わかりました。なるほど。まあまずはあの足をこうもっとしっかり上げて、そうですね、ちょっとこうためを作ります。上げて、いいね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 。え、すごくいいんだけど。あれ、コツがあって、はい、足を上げてからヒップファーストやります。はい。その時に体全体、上半身全体をやるんじゃなくて、上の胸郭の上はそのまま。ああ、なるほど。足だけなんですね。そう。あ、そう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 。あ、そうそう。今壁できた。今壁できた。なんか今ちょっとまだできてないかな。うん、今壁作ってなかった。ゆっくりゆっくり食べます。壁作って、壁壁壁壁がない壁がない。めっちゃ難くないですか。壁ない壁ない。ゆっくり、はい。お、いい今の。いい、前に行きますね勝手に。いい、そう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 、いいんですいいんですいいんです。しっかり、はい、ヒップファースト。いいんじゃない、ほら。もう行きますね。いいと思う、いいと思う。グローブの手をしっかりね、のところに体を持ってくるイメージ。そう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 。めっちゃ前行きます。そう、それをやることによってあの前と全然変わるから。確かに投げたらもう全然違います。そう。しっかり足を使うというよりはしっかり股関節をしっかり使う。こことか。そう、しっかり、しっかり使う。使って体重移動する。で体重移動したと同時に壁作って、はい、でリリースの瞬間グローブの方の手に右手の投げる方を持ってくるイメージ。それ勝手に前行くと思うのよ。そうですね。はい、というわけで今やりましたけど、はい、あのエガの前のフォームと、はい、僕がレクチャーしたフォームどうでしたか。いや、全然違いますよ。その俺が言ったこと、まあ、実際ボール持ってないから分かんないけど、ね、実際ボール持ってどうなるか、そのフォームを意識してもらって、はい、実際にボールを持って投げてもらって、前すごい抜けてたし、なんかすごいちょっとこう、なんだろう、ピッチャーってやっぱりピッチャーだから、そうですね、その何、もしちょっと外れても、ちょっとコースから外れるぐらいなら分かるわけ。はい、でピッチャーとして、あすげえイベントの方とか、キャッチャーのすげえコツとか、はい、もうピッチャーとしてもう、
あれないあれない名乗れないからコントロール大事ですからね、うん、大事とりあえずボールでもいいからこのコースがあるじゃない、はい、コースのまあ周辺ぐらいなら分かる、なるほど、もう座っててさこんなとこマジやめてほしいそれはまだピッチャーとしてまだ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 ですねこれね、それをなくすにはやっぱりフォームが大事、分かりました、正しいフォームで投げることでコントロール良くなるから、はい、それはちょっと頑張ってほしいなと、頑張ります、はい、というわけでこれで終わります、はい、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします、それではありがとうございました、プリントするグローブはこれプラスこちら、見ました、はい、じゃあこれ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です、基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と、翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました、走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中、文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております、皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか、詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください、それではアウリオシタアーツオー、本日の動画は以上となります、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします、それではありがとうございました、翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます、女子プロ野球選手や野球人みんな来てます、切るのさ磨き抜いた切れ玉で